こんにちは。今日は、ルーレットで鉄麦糸の色を決めよう第4弾やっていきたいと思います。では早速ルーレットで色を決めていきます。もうスタートしております。ストップ。何番になるでしょうか？4番が当選しました。4番、カトキン。手前の黄色のやつだと思う。これか。あ、ほんとや。はい。カトキン。これがまず選ばれました。はい。じゃあ、3色選んでいきます。じゃあ、次いきます。スタート。ストップ。続いては31番が当選しました。31番フォレスト、これか。はい、31番フォレスト、緑色が当選しました。はい、じゃあ3色目いきたいと思います。スタート。ストップ。3色目は324番が当選しました。324番、バイオレット。これかな？あ、これだね。はい、これが当選しました。というわけで、今回は組み合わせはこんな感じです。ね、ちょっとあんま想像つかない。自分ではこれを組み合わせ選ばないと思でもそれぞれ青色やからかわいいと思う。これじゃあ、早速、篠作りして、鉄麦糸やっていきたいと思います。はい。じゃあ、この3色で篠作りやっていきます。かわいい糸になるといいな。かわいいな、もう。混ぜ混ぜバージョンかパキバージョンかどっちがいいかな。両方ちょっとずつ作った。あ、そうやね。同じ本数分。まずは混ぜ混ぜバージョン。こんな感じでーす。
があんまり混ぜないバージョン。はい。っていう感じでちょっとやっていきたいと思います。はい。シノができました。色をね、混ぜたやつと混ぜてないやつと両方やってます。はい、じゃあこれを、紡いでいきたいと思います。はい、じゃあこれを紡いでいきます。できました。まだね、撚り止め前だけど、送信にしてみました。こんな感じです。早速ね、撚り止めしてどんな感じになるか、また乾いたらね、また見せたいと思います。結構可愛くない？いい感じね。はーい、じゃあ撚り止めしてきます。おはようございます。可愛い糸ができました。こんな感じです。はい、このね、三色が入った、ちょっと開いてみようか。三色が入ったね、もう可愛い糸ができましたよ。なんかこれだけでも帽子とか作っても可愛くなりそうだし、なんか差し色に良さそうですね。はい、ということで、ルーレットで、色を決めよう第4弾はこんな感じの糸が完成しました。イエーイ。じゃあこの動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。